こんにちは、速稼塾の久保です。私は2015年まで麻雀屋の親父でした。で、そんなね、麻雀屋の親父が40過ぎてネットビジネスを始めるもんですから、まあ、YouTube とかね、Facebook 始めるもんですから、それはね、麻雀業界にいる私の周りの人、もしくはね、私の社員とかね、お取引先様とか、社員っていうのは、社員っていうかお客さんっていうのは、なんかやっとるぞと、麻雀やっときゃいいのに、なんかめちゃくちゃなことやりだしたぞっていうふうに心配してくださったんではないかなと思います。実際そういう声も届いてました。で、あれからね、7年経ちました。今、2020年ですよね。5年ですか。5年経ちましたよね。2013年からいろいろ始めて、2015年まで麻雀店やってたんですけども、麻雀店は2015年に閉めて、ほら変なことやってるから店閉まることになっちゃうじゃないかみたいな声も届きました、はっきり言って。ではですね、2020年私が何をしてると思います？そうなんですよ、あんなことやってるを未だにやってるんですよ。そしてですね、私が下手に麻雀やってたらどうなっていたかってことなんですよね。軽くシミュレーションしてみましょう。私が麻雀店をそこそこの売り上げ、営業成績で維持していたなら、私はこの2月、3月で確実に首をくくっていたでしょう。ね、確実にですよ、確実に。で、なんでかっていうと、今47歳ですよ。47歳で麻雀店の店主をやっててね、なんとか赤字黒字で、今回の感染症騒ぎ、店閉店、復活の兆しなし、離れたお客さん、帰ってくるのどこか分からない。他の何にもできない。ああ、あの時、2013年の時にネットビジネス始めときゃよかった。いやー、YouTube やっときゃよかった。なんで俺は麻雀店が下手に、なんとか生き残っていけるような売り上げだったんだ。ああ、みたいな感じですよね。あの時、麻雀屋に全く未来がないと確信して、私は麻雀店、いやいや、店舗の経営者に向いてないなと。これをやっちゃダメなんだなと徹底的にやった後で分かったんですよ。ね、麻雀店9年間やりました。おおむね10年です。で、10年やってみてダメだということが分かったんですよ。そこで私は損切りしたんですよ。麻雀店は損切り。今までやってきた経験、知識、人脈、従業員との関係、業界の、まあね、いろんなつながり、全部捨てて、何にもないネットビジネス界に来ました。どうなったでしょうか。ね。多分ね、多分ですよ。この動画を見てる方でネットビジネスを2ヶ月3ヶ月やった方の方が状況的には有利だと思います。で、私は圧倒的に不利なところからおかしなことをやっているとね、お客さんにそっぽを向かれ、従業員の信頼を失い、取引先様が離れて、もうね、麻雀やめてネットビジネスやるもんですから、もうね、銀行も口聞いてくんないですよね。それから顧問の先生も何をやってるんだということで、もうしばらく疎遠になりましたよ。どうでしょうか。当時の私の税理士さん、今聞くとね、うわー、なんとむちゃくちゃな会社があったもんじゃなと税理士さん当時思ったらしいです。これは完全に来年再来年潰れる会社じゃないか、いや今年かもしれないぞというふうに思ったらしいです。あれから5年6年経ちました。私のね、税務申告まとめながら、まあ法人税、久保さんこんな法人税出てますよ、払えますみたいな。私は全くお金使ってないんで払います。即日払いますんで金額を教えてください、教えてください。で、通知が来ます、パッと払います、終わりね。え、私が麻雀店やっていたら今頃縛り首ですよ、ね、で、広島市に、ね、10万円もらったかもしれません、給付金200万もらったかもしれません。でも私の業界では多分給付金出ません。八方塞がりでございます。借金まみれ、返す当てなし、独身、終わり、さよなら、こんな人生だったと思います。ということでね、私も実はね、危ない綱渡りをしていたんですよ。で、危ない綱渡りをしているという自覚があったんで、私はやり込んだというところがあります。なんせね、そのネットビジネスで何にもならなかったら、私はもうその先の人生ないと思ったんですよ。でもね、多分ね、多分なんですけども、ネットビジネスでなかなか結果が出ない方って、ダメだったら他があると思ってるんじゃないかなと思うんですよ。ここはね、私との大きな違いです。私はこれしかないと思いました。死ぬまでこれをやると思いましたね。YouTube 死ぬまでやると思います。でも、ある人はね、取り組んでいる途中なのに、売り上げなんてまだ できていないところなのに、自分には才能ないのかもなと。いや、今日はちょっと疲れてできんわ、みたいな感じになってるんじゃないかなと思うんですよ。いや、疲れる余裕があるんだなと思いますよ。
疲れるようだね。あの自らの苦痛を無視してね、そして前に進んでいるつもりでも後ろに下がってるかもしれません。そんなこと関係ないと。動き続けて闇の中で自分の道を作っていくと、そういうふうなねマインドセットですよ。いや、マインドセットって言葉すらもう生ぬるいですね、だって稼ぐって決めたんでしょ。じゃあ稼げることだけやっていけばいいわけですよ。稼ぐって決めたのに稼がないことばっかりやってるんですよ。例えばね、お金を使って相変わらずいろんなコンテンツ買ったりね、ここ1ヶ月2ヶ月ちょっと振り返ってみてほしいんですよ。この動画見てると何にお金使ったんですかと、そのお金有効に生かしてますかってことですよね。ビジネスをするんだったら全ての消費は全部ね仕入れなんですよ。消費という仕入れなんですよ。でその消費という仕入れを生かして、その仕入れをいかに使うかですよ。例えば私が今回、何にしましょうかね。これでいいですよ。充電器買いました。絶対レビューしますね私はね。で最近ねレビューしたいのがあるんですよ。これ AirPods です。 Apple の24,900円、まあ25,000円ぐらいするんですよ。これワイヤレスイヤホン、これね。でもこれ私ね買って届いた日から1日たりとも話したことがあります。このセットで持ち歩いて歩いてます。むちゃくちゃいいです。これ音もいいしね、イヤホンした状態で外の音が聞こえるんですよ。会話ができるんですよ。むちゃくちゃいいですよこれ。もうこんなものがね本当にあったのかと。今までの私イヤホンマニアなんで、イヤホンをね30本ぐらい持ってるんですよ。いろんな種類のやつ、いろんな価格のやつ全部いらなくなりました。これ1個で全部 OK です。ということで最後にね、なんかジャパネットとかみたいにセールスが入っちゃいましたけども、別にこれ買わなくてもいいですよ。買ったら私にコミッションが入るわけでもないんで、まあ買わなくていいです。買わなくていいんですけども、ネットビジネスはやると決めたんだったらやってくださいね。なんかね、日課のように私に送ってくださる方ももう十数名いらっしゃるんですよ。でもその方がね1週間経つと5名ぐらいになるんですよ。でもう1週間経つと1人になるんですよ。なぜかね、人の行動パターンって一緒で、一番最初がものすごくやる気になって熱いのは分かるんですけども、2日目はもっと熱くならないといけないんですよ。3日目はもっとですよ。経験積んでるわけですから。だって初日にやるモチベーションと3日目のモチベーション、3日目の方が高くないとダメですからね。やればやるほど分かってきて、やればやるほど慣れてきて、やればやるほど燃えてくるっていうね、そういう風なね形にならなければ、やればやるほどしぼんできちゃダメですからね。ということでございます。やればやるほどしぼんでませんか。